熊本市南区上見 Y 様に国産仏壇納入させていただきました7月分はもう予約で完売あと3期月末に来ます予約早めにお願いします金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職な方、後期でございます2022年、えー、今日は7月の3日 土曜日あ、日曜日ですね。今5時48分の朝動画。外気は今25度だったですかね。もう雨がバラバラ降っています。はい。ありがたいことにですね、昨日ですね、まあ、あの、冗談抜きでですね、あの、今月分の3期在庫があったんですけど、もう、あの、これを含めて、昨日、南区に1期収めてきました。あと2期納品決まりましたので、もう、あの、完売という形になっております。あと3期、月末来ますので、 早めにご予約をよろしくお願いします。はい。まあ、あの、ありがたいことでございます。やっぱあの、国産仏壇ですからね、簡単にはできないんですよ。ですから、一つ皆様ご協力よろしくお願いします。はい。こちらですね、昨日南区近見の Y 様にですね、納入させていただきました。あの、とても喜んでいただきました。あの、未登校門のテレビコマーシャルをお母様が見ていられてですね、で、娘様が、 あの、検索、スマホで検索されて、あ、ここのお店ですね。だこ,こ有名ですね。知ってますね。ということでご覧いただきました。親孝行のお嬢様と、あの、優しいお母様でいらっしゃいました。で、こちらですね。よいしょ。まあ、こういう形で。な、これ、大仏屋の中、これ LED 照明が入ってるんですよ。新仏なんですけど、中は LED です。はい。で、こういう形で、こういう形ですね。はい。で、えー、こうお道具一式ですね。こういう形で、あの、お道具も国産にこだわります。 えー、本坊さん高岡仏器の名工本坊さんこれ仏具ですね京机は秋田の戸部さんやっぱり日本で座布団は福岡の日天大宝さんやっぱりで仏壇は鹿児島の大坂親方ですね令和の名工大坂親方通産大臣認定の伝統工芸士現代の名工でいらっしゃいます。 こういう素晴らしい皆様のですね。お力をお借りしてですね。あの、輪島漆器の技術を生かした国産仏壇納めさせていただいております。あのこの仏壇ですね。あの、うちの先代の父ちゃんでございます。永田隆史、初代初代創業者でございます。ですね。輪島漆器のあの販売業者をはしておりました。ですから。 そのそのでお客様からですね余暇仏壇場作ってはいよってあと次はいよいよ仏壇場はうちに占うんばいってお客様から何面もです、ね、言われてですねわかりましたということで作ったお仏壇がこのお仏壇ですようちの父の形見でございますですからもう私はこのお仏壇の販売がもう生涯のライフワーク生きがいでございますはいそういう形でそれとですねやっぱ日本の仏壇が余暇ですよあのやっぱ安心してもう我々安心してお世話になります 品質が良かで、ね。やっぱりもう日本の職人様はですね、仕事が丁寧、真心がこもっとります。あの、ただお金だけもらえば良かっちゅう世界じゃなかです。この人たちはですね、もう中学校卒業してからこの道一筋ですね、やっぱもう命はかけておられます。素晴らしかったお仏壇、安心して納められます。はい、まあそういう形でですね、あとあの、 よっこらしょあと家紋ですね丸に型紙お仏壇の上の方にですね木の、えー、丸に型紙こちら見本がありますこういうこれ横カモンですね型紙ハート型ですね型紙はどんどん増える植物ですねですから子孫繁栄健康長寿のシンボルだそうですでこの家紋を上の方に木のお付けしております あとですねお仏壇のおりんにですね24金蔵岩で型紙を彫り込むこれは見本ですから丸に梅鉢ですけどね素晴らしい音色ですねあのこれはですねこれはもう世界に1本だけのお仏壇もお届けします やっぱ家紋を24四金蔵岩してやるのはそんなよ,よその仏じゃないんですよお仏このおりんとお仏壇にですね世界に一つだけのオリジナル仏壇場をお届けいたしますはい、まあ、そういう形でですねあの南区近海 Y 様国産輪島100年納入させていただきましたお盆前ありがたいです えー、家紋は丸に片番、子孫繁栄ですね。お母様、水戸黄門の大ファンでいらっしゃいます。当店、平成元年からやっております。はい。で、いつも見ていただいてありがとうございます。お嬢様とご来店、とても親孝行の素晴らしいお嬢様でいらっしゃいました。とても喜んでいただきました。7月分はもう、なんと当店、完売しております。はい。ですから、 月末、今月末に1期ですね。ここに書いてありますけど七、ね、7月末に1期。8月までに1期。8月のお盆までに1期。合計4期は追加注文しております。で、令和、大阪親方が一生懸命頑張らす。令和の名校で作っていただいております。早めの予約お願いします。これはもう本当の話。もう早めにお願いします。はい。ですから。 まあ、あの、お盆前、やっぱ例年混み合いますのでね。で、今年、あの、選挙、今、田植えの途中ですけど、田植えが終わり、選挙が終わるとですね、パーッと来られると思いますので、よかったら早めにお願いします。もう、はい、そういう形でございます。はい、ここまで、えー、この動画を見ていただいてありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。 あ、それとですね、あの、最後に言うとおりました。あの、忘れておりました。あの、近身のワイ様、納入させていただき誠にありがとうございます。はい。じゃあ、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運をあってん、お祈り申し上げます。